次は金城十次郎、金城十次郎でございます。さあ秋野さん、はい、名古屋グランパス続編ですね。え、名古屋グランパスが、はい、早原町とコラボグッズを出したと、はい、いうことで、はい、このコラボグッズが3店舗ぐらい出してるみたいなんで、うん、その商品を見に行ってみようと。お、なるほど、いうことになってます。はい、わかりました。はい、ということで、はい、名古屋グランパスとハエバルのコラボ、うん、まず1軒目のお店は、はい、首里に行きたいと思います。首里、え、首里ちょっと待ってください、はい、名古屋グランパスとハエバルです。ハエバルのコラボ、はい、1軒目は首里です。首里ハエバルと繋がってるから。あ、なるほど、大丈夫です。行ってみましょう。おい、はい、はい、随泉に来ました。おお、はい、到着しました。そうなんですよ、うん、これ首里の随泉ですね、はい、そうですね、はい、随泉酒造さん、うん、お、景観酒、ああ、星景観酒、うん、なんかこのやっぱ緑が多いから、うん、そこで景観酒ってことですか、ね、はいはい、はい、うん、はい、まあね、はい、なんで来たかの説明が先だな。ああハエバルと名古屋グランパスのコラボグッズがここにあるってことですよね。そう、そういうことですよ。そうそう。はい、そう、それのみです、今。はい。必要な情報。そうですよね。はい。なんか、もっと、もっとね、もっといろんなこと紹介した方がいいなっていう思いです。うん、まだまだ、レポートの仕事は来ないかな。はい、毎回キーバタグでやめてもらって。毎回キーバタグで。気になってここに、はい、ハエバルに、はい、随泉もあるさ、はい、ありますね。何年あっちゃう、貯蔵庫、貯蔵庫、はい、なんて本社というか、はい、がこちらにあると、首里にあるということで、うんうん、ここに商品を受け取りに来ました。来ました、うん、ハエバル町と名古屋グランパスのコラボグッズを受け取りに来たんですけども、はいはい、おお、あ、あるんだ。もうある。はい。あ、何？酔いの紅茶とハーブティーできるですね。酔いの紅茶とハーブティーできるし、とハーブティー柑橘系の果物として、全て品質のものを使用しています。ラベルがグランパスになってる。そっか、それ入る。あ、入るもよ。あ、本当だ。上等だな。これか。あ、本当だった。酔いの紅茶っておしゃれだね。夜の紅茶みたいなことですよね。今宵のみたいな。ん？今宵の。あ、まあまあまあ、そう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 。そうですよね。どういう意味ですか、酔いの紅茶って。酔いの紅茶ってどういう意味ですか。酔いの紅茶？どういう意味？意味はでもね、うん、そうそうね、美味しいもんですよ、美味しければいいからね。聞かれたの初めてです。そうなんですか。え、商品名って聞かれないですか。あ、本当ですね。ちょっとこの持ち方間違えてますね、重いですね。結構な分からんけど、早く運んで。あ、はい。酔いの紅茶っていうのは、はい、この酔いっていう部分、3つ意味がありまして、ね、まあ、3つ漢字では酔いって、まあこれはあの夜、夕方ぐらいの酔いっていうんですけど、はい、まあ、それから飲んでもらう、その酔いという意味と、あと、まあ、これあの、うるま市の、 あの紅茶葉を使ってますので、うるま市の、はい、で、あの県産品でいい茶葉を使ってますから、うん、
いいという意味の、良いという意味の、良い、良い、あー、グッドの方ですね。そうです、ね。はい、3つ目が、やっぱりこれをどんどん飲むと酔っ払ってしまう。なるほど。酔う、酔う紅茶。そういう意味の意味合いが3つあります。3つも入ってたんだ。そうです。そういう意味の意味合いです。なるほど。もうこれはもう、うちはもうこの泡盛をベースにリキュールを作ってますけど、一つ必ず県産品を、はい、のものを入れようということで、うんうん、まあ、川淵もこれも泉さんの川淵を使って作ったリキュールです。ぜひじゃ あの名古屋グランパスファンの皆様にも、そうですね、随泉さんもね、お酒楽しんでいただきたいですね、はい、名古屋でもあのうちの商品も販売しておりますので名古屋グランパス、応援するときですね、はい、青森を飲みながら応援していただければと思います、うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、子育て料品さんに来ております。よっしゃ、2軒目、はい、早速ここでも名古屋グランパスとハヤバルのコラボグッズ、ね、受け取りたいと思います。何があるのかな、そうですね、楽しみですね。ね、行ってみましょう。イメージが、こんにちは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 、あ、早速もうコラボグッズを受け取りに行きました。お守り、はい、お守りです。グランパスくんデザインの、そうです、そうです。あ、かわいいやつじゃないですか。ちょいと開けてみちゃおうかな。はい、おノリノリですね。あの、こんな感じの裏は必勝のグランパスさんになっています。かわいい、はい、お清め塩入り、はい、これはあの瓶型の本詰めのサクさんに使ってます。はい、シミサブ動きも、あ、ありがとうございます。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 こちらで納品ということでよろしいです。はい。はい。じゃあ受け取らせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。カネグスクジュージローチャンネル。うわさぁ、白玉養鶏場来ております。うわさぁって言ってた。はい。もう、うわさぁ、3軒目、3軒目の、はいはい、コラボグッズを受け取りたいと思います。はいはい、じゃあ、こんにちは、こんにちは、こんにちは、あー、いい香り、こんにちは、こんにちは、こんにちは、コラボグッズ受け取りに来ました。あ、こちらで、お、こちらで、こういった形に来ております。おお、サータンの時、すげー、サータンの時ですね。はい、カエルンとグランパスコン、はい、そうです、あの両方のキャラクターをコラボして、ただのサンプルの2人の分もあります。僕らの、はい、あ、おめでとう、やった、サンプルこんなにもらっていいんですか。あるぞ、もうこれサンプルになりますんで。わ、ありがとうございます。ありがとうございます。サンプリングします。サンプルも、サンプルも、ね、もうサンプルの量じゃないですね。いっぱい、やった、これはこれで渡る運か。いやいや、サンプリングしましょう。しっかり食べましょう。